歴史を変えることはできる、政治を変えることはできるんだっていうことを実感するためにも、あらゆる世代、あらゆる人たちが参議院会館前や国会前や日比谷野外音楽堂に集まってください。そこで絶叫したりしたくないんだけど、やっぱりね、絶叫せずにはいられない。大体のことは見逃してあげてるというか、政治のことは。でもちょっと我慢できない、どうしても気持ちが悪いですね。私たちはもし法案が政府が成立したというふうに言っても、その翌日からこの法律を廃止するための活動を始めようではありませんか。次の国会には多くの政党と共同して秘密法の廃止法案を提案するための活動を提起したいと思います。皆さん、心の準備できてますか。このままやったら戦場に引きずり出されますよ。あなたの大切な人が戦場に連れて行かれる、あなた自身も戦場に連れて行かれる、そのようなことが着々と進められている。それに黙っているほど国民バカじゃないですよね。あまりにも拙速、あまりにも乱暴、そしてチェックをする検証機関を法案を通してから後に作る、これは明らかに本末転倒であります。繰り返された強行採決は数の暴力によるテロ行為と言うしかありません。安倍政権から自由と民主主義を取り戻す運動に立ち上がります。共同連帯の輪をさらに広げ、特定秘密法案の廃案と安倍政権打倒に向かって今日ここから出発することを宣言します。
東京の発展と秘密を維持するため世界の通路を人々はそれを押し返すでしょう。
僕たちの声がこの国会を揺るがしてきたのは一つの事実です。僕たちができることはここで逆算することじゃない。もっと頭を働かしたり柔軟にしてこいつらに本当に俺たちの言うことを聞かせてやる側を見せつける最後しましょう。一つは法案の内容に対しての不満があることと、もう一つはこの可決のさせ方が民主主義と完全に離れているやり方であるっていうこと。その理由はやっぱり今日明日何かが変わるわけじゃないと思うんですよね。可決されても。でも何が変わるかって多分俺たちの孫とか子供とか孫の世代とか多分何十年後かに徐々にすごい来るだろうし、いつかこの教科書に載るようなことがあるときに、自分がおっさんになったときに若いやつにあの教科書で見たあの時あの時期何やってたんですかって聞かれたときに、俺は目そらさずにその人にそいつらに話をしたいっていうことですね。今後も決まっちゃったものは決まっちゃったから、じゃあ自分たちの生き方どういうふうに生きていくかっていうこと、多分結局ゲリラ的に何かみんなでやっていくしかないし、言いたいことをどんだけ言っていくかっていうことに尽きると思うんで、多分ここ何日間かの活動よりも実はこれからのここに来てる人たちもそうだし、来なかった人たち来れなかった人たちみんなの生き方がすごい重要なんじゃないかなって思います。